関山トンネル。関山トンネルは、宮城県仙台市と山形県東根市を結ぶ国道48号、宮城県側、佐久並街道、山形県側、関山街道の関山峠にあるトンネル。関山トンネル開通により、関山水道は使用禁止となっている。関山トンネルは片側1車線の対面通行。1878年。 明治11年、早川智博が、延びる地方内務省土木局出張所の主任につき、東北地方の国際貿易港として計画された、延びる港の建設が動き始めた。すると、延びると山形県とを結ぶ道路の改作が計画され、同年5月に、宮城県令、宮城時助と山形県令、三島道常が会談し、関山峠にトンネルを通す計画が選定された。 1879年、明治12年11月から、宮城県側の佐久並街道で工事が始まり、1880年、明治13年6月には、山形県側の関山街道で工事が始まった。火薬の爆発事故、参照により死傷者を出す惨事を経験しながらも、1882年、明治15年6月に、関山水道は竣工。しかし、 1884年、明治17年9月15日の台風で、伸びる港の特定が崩壊し、伸びる筑港が頓挫してしまう。そのため、関山水道は、当初計画の伸びる山形間の流通に資することができなくなった。一方、1887年、明治20年12月15日に、日本鉄道本線、現、JR 東北本線が、仙台区、現、 仙台市の仙台駅を経て、松島湾、塩釜港の初代塩釜駅、後の塩釜線、塩釜不等駅まで開けした。すると、仙台と山形との間の通行量は、飛躍的に増大し、人力車、入馬車、小移郵便配達府などが行き交った。これにより、当初計画とは異なるものの、関山水道は、両県の流通に資することとなった。 しかし1901年、明治34年4月11日、低新省、大海南線が、山形市の山形駅まで開通し、1905年、明治38年9月14日に全通、現、JR をうぼんすると、関山水道の通行量は激減していった。1920年代には、旅客及び物流におけるモータリゼーションが到来した。そのため、 関山水道でも増大する自動車交通に対応する必要に迫られてトンネル拡幅工事を施行し1937年昭和12年7月に竣工した。ただし同年11月10日には仙台駅と山形駅とを片道約2時間半で結ぶ鉄道省仙山線現 JR 仙山線が全通したため 両都市間の旅客と物流は両者によって分担されることになる。戦後占領期が終わると、1952年、昭和27年9月10日から山形交通バスが、関山水道経由で仙台山形線の運行を開始した。1953年、昭和28年には、桜波街道及び関山街道が二級国道110号。 仙台山形線に認定された。高度経済成長期に入ると、モータリゼーションがさらに発達して、旅客も物流も活発化し、関山水道の接続道路の急勾配や急カーブの連続、あるいは落石、土砂崩れ、積雪、雪崩などによる通行止めが問題視されるようになった。そのため、関山水道より標高の低いところに、 新しいトンネルを建設することになり、一級国道48号に昇格した1963年、昭和38年に着工し、1968年、昭和43年11月21日に完成した。関山トンネルにより、仙台、山形両都市間の所要時間は40分短縮された。また、関山水道は通行禁止となった。 1981年、昭和56年4月15日、国道286号に笹谷トンネル、有料。普通車、200円が開通し、1991年、平成3年には、山形自動車道の整備によって、仙台山形間を結ぶ自動車専用道路が全となった。現在では、他交通機関の発達により、 その相対的な地位は低下しつつあるものの特急48ライナーや48チェリーライナーが運行し、仙台市と山形県、村山地方北部とを結ぶ経路とての重要性は維持している。2003年、平成15年1月、山形県側のトンネル口付近の路面に地中熱源ヒートポンプなど組み合わせた無酸水融雪システムが導入された。年に、 アルフレッド・ノーベルによってダイナマイトは発明されていたが、白来品で高価だったため、石山水道の建設には一般の火薬が用いられた。そのため火薬を運搬する際にも爆発の危険があり、工事現場近くの宮城県宮城郡桜波村、現、宮城県仙台市青葉区桜波）に設置された大瀬沢火薬庫までの運搬経路と時間は厳重に決めれた。運搬経路は、 東京府から、松島湾、葛島の石浜港に到着後、御州入り掘り、現、定山運河の一部を経由して、ガモウで荷上げし、旧、原町宿を通って、仙台区に入り、中心部の場所の辻を避けて、陸雨海道、欧州海道及び、桜見海道を下るというものだったが、石浜から桜見まで3日間を要した。 1880年、明治13年7月21日、粉火薬が入った木箱を運ぶ妊婦の一団が、旧仙台藩の坂下境目五番ショー跡で休息していた時、タバコの火が一団が運んでいた、全火薬に引火して爆発し、死亡23名、打ち退治1名、重傷8名を出す事故が発生した。この事故を痛み、1926年、大正15年に、 山形県側に関山新動改作順位難の日、1929年昭和4年に宮城県側に関山街道改作順位難の日が混流された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。